今回は寝かせ玄米と一緒に食べたい腸活おかずレシピ、食物繊維たっぷりなひじきを使ったふわふわな豆腐ハンバーグです。材料はこんな感じ。それではスタート。はじめにひじきを水で戻し、よく絞っておいてください。お豆腐をキッチンペーパーで包み、電子レンジで3分ほどチンして水切りします。ボウルに鶏ひき肉、お豆腐、ひじき、枝豆、生姜、お塩、片栗粉を入れて粘りが出るまでよく混ぜます。食物繊維豊富なひじきは鉄分豊富なので、女性の貧血予防にもおすすめの食材。さらに今回は枝豆も加えて食感を楽しむ腸活ハンバーグを目指します。よく混ざったら、フライパンに油を熱し、4等分に丸く成形して焼いていきます。片面に焼き色がついたら裏返して蓋をし、蒸し焼きに。中まで火が通ったら、お醤油、お酒、みりんを入れてハンバーグと絡めてください。最後にさっぱりなトッピング、千切りの大葉と大根おろしを用意します。お皿にできたハンバーグを盛ったら、たっぷりの大根おろしと大葉をのせて完成です。お好みでポン酢と合わせてお召し上がりください。もっちもちの寝かせ玄米のお供にぴったりな、さっぱりヘルシーハンバーグ。お豆腐とひじきでふわふわ食感になった生地に
枝豆のプチッと食感が合わさっていいアクセントに、食物繊維をしっかりとって腸内環境を整えて自分の健康をコントロールしていきましょう。ではでは、いただきます。